ホイコーローは、四川料理の一つ。貝鍋とは、鍋を回すことではなく、一度調理した食材を再び、鍋に戻して調理することである。中国本場における四川料理のホイコーローは、皮付きの豚肉の塊を茹でるか蒸した薄切りを使用し、野菜には昼内を使う。味付けも、唐辛子や豆板醤を多用した辛味の強いものである。 日本のホイコーロー市選奨出身の中華料理人、新県民がホイコーローを日本へ広めた際に昼苗がキャベツにとって変わられ、それが日本の一般的なものとなった。本場のものに比べ、甜麺醤を多めに使った甘辛い味なのも特徴である。また、手間を省くために最初から薄切り豚肉を使うレシピも考案された。市販の合わせ調味料を使って、 家庭料理として作る際には、そちらが著名なものとなっている。タレをあらかじめ作る。材料は、味噌、豆板醤、トーチ、酒錠、天麺醤、醤油、老酒など、各自の好みと工夫による。中華鍋で豚肉を炒め、一旦鍋から取り出す。キャベツやピーマンなど野菜を湯通しし、湯通し、もしくは炒めて火を通す。ネギ、ニンニク、生姜を炒め、 香りが立ったら、野菜、肉を戻し、タレを加え、さっと混ぜ合わせて完成。ありがとうございます。